皆さんこんにちは、ホートン学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは解説を読もうと。皆さんの中に学校や塾で先生とこんな会話をしている人いませんか？問題集とかワークを解いていて、ちょっと難しい問題が出てくると、先生この問題わかりません、問題の解き方を教えてください。当然先生も教えてくれますよね。どれどれどの問題と言って、その問題の解き方を詳しく説明してくれると。それを聞いて、あ、そういうことだったんだ、分かった、ありがとうございました、分かった、ありがとうございましたと言ってるんですけれど、実際は問題を解けるようになっていない、またはテストの時にミスをしてしまう人、こういう人は説明を聞いて自分も先生と同じように解けるようになったと勘違いしている人。そしてこの説明を聞いた時は分かったんだけれど、実際に問題をその後で解いてみた、だけどテストまでの間に復習をしないで忘れてしまって、あれこの問題やったことあるんだけれど、あれどうやって解くのかなと思い出せないと、こんな場合ありますよね。じゃあこういうことを防ぐためにどんなことをしたらいいかというと、難しい問題とこういうものが出てきたら解説を読みましょうと。わからない問題に出会ったら問題集とかワーク、ドリル、この解説の部分をしっかり読んでみてください。で、読んでみて自分がどの部分で使えているのか、つまずいているのか、それを見つけましょう。それが見つかったらその部分について具体的に先生に説明するように説明してくださいとお願いするといいと思います。これなぜいいかというと、自分がどの部分で問題が解けていないか、これがはっきり明確になると。そうすると記憶に残りやすいんですよね。で、質問も絞った部分で質問しているので、自分がわからないところを理解しやすいと、こういうこともあります。さらに特に計算問題でミスをする人に多いんですけれど、どの部分で自分がミスをしやすいかと自覚できるようになって、ケアレスミス、これが減っていきます。ですから難しい問題に出会ったら、ぜひ解説の部分をしっかり読んで自分がどこでつまずいているか見つけてください。今回は解説を読もうというタイトルで、お話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。